はい、どうもゆうじです。ゆうじ TV 2023年1月一発目の動画になります。皆様新年明けましておめでとうございます。今年もね、ゆうじ TV をねぜひとも、チャンネル登録と温かい気持ちで応援の方よろしくお願いします。今年はね、ショート動画の方ではね、ちょっとさっき噛んじゃいましたけどね、ごめんなさい。ショート動画の方ではね、実はね毎日投稿やってるんですよ、これ。まあ、食べとるやつが結構多いんですけども、食べる動画だったり、いろんな、ショート動画の方も毎日投稿してますんで、できる限り毎日投稿を頑張っていきたいなと思いますんで、毎日どんだけ毎日言うねん、毎日どんだけ言うねん毎日。あ、すいません、ちょっと乱れました、ごめんなさいね。なるべくね、毎日投稿できる限りちょっと一生懸命やっていきたいなと思ってますんで、ショート動画もお見逃しなく、ぜひ温かいお気持ちでゆっくり見てほしいなと思ってます。でね、2023年令和5年ね、一発目でね、いっぱいねお友達、お知り合いの方とか旅に来てくれるんですけども、なんとね、のんちゃんこと僕の、ね、幼なじみ親友からね、このパーカー、これ見てください、このパーカー、なんといただきました。このパーカーね、かわいいでしょ、ちょっと待ってね、このパーカー、このパーカーって何ですか、このパーカーね。かっこいいでしょ、こんな感じで、こんな感じでねいただきました。このパーカーね、なんとね、実はねただのパーカーじゃなくてね、すごいハイブランドなんですよ、このハイブランドね。なんとね、ラッセルノっていうメーカーらしくて、ラッセルノ、ググってみてください、ね、ラッセルノ、すごくなんかおしゃれで可愛いなと思って、なんと新年早々プレゼントしていただきました。ラッセルノね、なんか超気に入っとるんですよ。ラッセルノってね、ググってみたんですけど、結構高いんですよね、このパーカーね、なんと、まあ、3万とかしちゃうんですよね、これ3万とか4万とか5万とか3万とか4万とか5万とかしちゃうぐらいのハイブランドパーカーなんですよ。かっこいいなと思って、まあやっぱ持つべきものは友達ですね。心よくプレゼントしていただきました。まあ今頃のんちゃんしまったって思っとるかもしれませんけど、まあね、男に二言はないということで、僕はねこのパーカー結構気に入ってましてね、ちょっと大事にしていきたいなと思ってますんで、結構気に入っちゃってるっていう感じでね、なかなか好きなんですよね、めっちゃ気に入っとる。でもねこれでね食べる動画とかあげたらね、ラーメンとかねこうピシャピシャってなりそうだし、ちょっと怖いんですけども、ねちょっと食べるのを跳ねないような感じで食べながらね、毎日投稿もしていきたいなと思ってますんで、うん、なんかやっぱこうやって見てるとかっこいいね、気に入ってます。のんちゃんありがとう、ありがとう。
そんなわけでね、ちょっと長くなっちゃいましたけど、今日はねこのパーカーちょっとのんちゃん、親友ののんちゃんにいただきましたんでね、ちょっと YouTube アップしてみました。今年1年ここから UGTV スタートしますんで、ぜひともチャンネル登録と昔ね、こうほーってこう髪がほーって飛んでいく、あま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 あね、温かいお気持ちで、ぜひとも応援の方よろしくお願いいたします。というわけで2023年令和5年 UGTV スタートしていきます。じゃあねー、イエーイ。